ビクター。ザ・キング・オブ・ボクシングやっていきたいと思います。はじめましての方は、はじめまして。お久しぶりですの方は、お久しぶりです。それではやっていくわけなんですけども、ちょっとね、やる前に、一個ちょっと、申し訳なくて、言っておかなきゃいけないことがあるんですが、今日までですね、2020年度まで、3月31日まで、毎日更新でやってきたんですけども、残念ながら4月からは毎日更新できなくなっちゃいます。ちょっと配信はね、定期的にやっていきたいと思うんですけど、毎日やっていくんですけど、できるだけ動画投稿はおそらく週に2、3本、1、2本とか、ちょっとかなりペース落ちちゃうかなと思います。で、またちょっと配信環境を整えなきゃいけなくなっちゃって、特にキャプチャー周りがちょっと壊れちゃったんですよ。で、今新しいのを新調してますんで、そちらが整って、収録環境整って、収録動画、なんて言うんだろう、いろいろ溜まったらまた、毎日配信で、毎日投稿でやっていこうかなと思います。じゃあメインイベントいきますか。これは？俺昔作ったキャラクターだな、これ。すごいパワーの持ち主。これでいこう。あーっていう名前だけでいいの？ちょっと待って。作りたいな。ひどいな、マジで俺。ちょっと待って、これエディットってつ、え、デビューか。リタイア。あ、これ消せんのね。あ、もうこれリタイアでしょ。こんなやつはリタイアでしょ。いらん、いらん、こんなやつは。作るぞ。ディビジョン、バンタム、フェザー、ライド、いや、ヘビーでしょ。ヘビー以外、セックス、フィメール選べんの？やば、でも、いや、男でも男。かっこいい。もういいね。どれにしようかな。もう全部か。ああ、いいね。いい。ムエタイ選手だ。ヘイト。これはもう身長でしょ？身長はめちゃくちゃ高い。ウェイトはめちゃくちゃ細い。めちゃくちゃ細い。カラー悩むなー、これ。紫でいくか。ハンド。レフとかライトか。右でいいんじゃない？スピード、超絶スピード型にしてみっか。これでいこう。名前。佐々木レッドだよ。だいたい主人公は佐々木レッドだから。もしくは翼くんだ。どっちかしかない、これは。よし、メインイベントいこう。オッケー。何これ。これ対戦を選べるってこと？あー、ランキング、一番一つ上の、まず手慣らしに、一つ上のランク行こうぜ。どうして？ブルーヒューマンって何これ？あー、なるほどね。この、なるほど、なるほど、なるほど、面白い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 。
あ、面白い面白い面白い。スタミナとか変えれるわけだ。あ、だだだ。スピードはかなりついてきてるから、ちょっとスタミナ地獄するか。いいじゃん。スタミナ地獄でいこう。スタミナつけていこう、ここから。スピードとスタミナの時代。パンチ力は手数はもう、手数でごまかす。結局ね、判定で勝てなきゃいけないから。すごいな。現代風キックボクサー。フレディ・オズマ。ヘビー級。ランク30位って。デトロイト出身なんだよ。186センチ、73キロ。だいぶ近いな。残念ながら183センチ80キロだから。すいませんね。これはジャブ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 。嘘。ちょっと待って、ちょめっちゃ食らうなこいつ。このジャブやっぱね、左を制する者が世界を制するのよ。お前、いろいろ喋りたいことあるんだけどな。いろいろ喋りたいことあるんだけど。ちょっと待ってくれ。待て。起き上がれなかったんだが。いや。掘り深ー。あいつ目の上どうなってんだろう。目の上の掘り深すぎて漆黒になってる。ちょっと待って、もう一回ぐらい。佐々木レッドオズマに敗れる。ちょ、新聞もゆっくり見たかったけど。ちょっと待ってくれ。ちょ、もう一回行こう。このままじゃまずいよな。いや、スピードだけじゃダメってこと。いや、俺はもう逆にスピードここでね、一気に特化させようと思うわ。ここで。な、思ったより速くなかったし。レディートゥーランブルボクシングやりたくなってきた。あったっけ、うちに。レディートゥーランブルボクシングないわ。今、あれ、うちの、昔買ったんだけどな。ラウンドワン。まずこれで前進だろ。これがストレート。これボディ。ちょっと待って。いや、マジわけわからん。これマジわけわからんのだが、カマーンっつってるわ。しかしお前、このジャンプ、まず相手の牽制、射程圏内から外から打つぞ。俺はアウトボクサーとして、やっぱりここ。もう泣いてるもん。もう泣いちゃってるもん。もうマジふざけんなよ。全然スピードないわ。もういい。わかったわかったわかった。作り直そう。よーし、帰ってきたぞ。改良してきた肉体を。すごい、ジャックハンマー的な。かかってこい、フレディオズマ。この佐々木デストロフが113キロ、だいたい40キロ近いバンプアップに成功。てめえマジ覚えとけよ。ボクシングはやはりな、パワーよ。いけるかこれ。ストレート。なるほど、これでストレートで、これでジャブ。これジャブだ。ジャブ。ジャブ。オッケー、入った。いいの入った。フック入ってる、フック入ってる。おお、下がる。これやほら。いや、ちょっと距離感がつかめない。このカメラワーク、距離感つかめない。おお、ドッキングなんてあんのこれ。おい、すごい殴りや。
やばい、めっちゃ食らってる。スタミナがないのかこれ。 P っていうのがパワーでしょ、 D っていうのが何。あ、ちょっと一回体力回復だ。回復するぞ、俺は回復するぞ。 OK、 回復した。アッパー、 C でアッパーか。いや、すげえガード勝てこいつ。いや、ガード勝て、ガード異常に勝てや敵。なんだこの堅実なプレー。いや、全然通らないんだか、こっちの攻撃が。うわー、マジ、オズマやば、オズマガチじゃん。いや、ガチすぎない、オズマ。え、もうやめるわマジで。オズマ強すぎる。オズマがエリス・アンジェン、ボンバイ KO オン2分5秒。ひどい。佐々木デストロイ、オズマに。